どうぞこんにちは、まなみです。今日よろしくお願いします。僕はね、起業家にとって最も大事なことは考える力だと思っていて、考えろ、分かりません、知りません、できません、お金がないです、時間がないです、じゃなくて考えろ。いついかなるどんな状況や環境であっても、自らの力、価値とレバレッジを使って自由自在にお金を稼ぐことができる、ビジネスを、ね、構築することができるっていうのが起業家です。起業ねしたいって思ってる人は本当にいっぱいいるんですけど、みんなね、何をすればいいのか、何をね、どういう順番でやっていけばいいのかね、分からないんだよね。この時にうまくできないのはルールを知らないからっていうふうに書きました。知らないことは当然できません。僕は大学の時から起業して、その36歳の時にね、全ての金融資産を失っちゃったんだよね。借金ね、数千万。残りの人生をね、どうしようかなと思った時に起業家支援をしたいと思ったんだよね。マガリオさんは厳しいですけど愛があります。マガリオさんは、一見怪しい方法ですけれども、教えてもらったことをきちんと実践すれば、誰でも稼げるようになります。愛される起業家を育てたい。そもそも皆さんが愛されるキャラなのと、あの思考や行動特性に関係なく、愛されるキャラじゃない限りはコミュニティファンになってくれないわけですよね。一人でも多くの起業家を増やすことが僕の使命だと思ってます。そのポーズの意味が分かんないんですけど、モテるんですか？モテるでしょ。え、その体型でもですか？関係ねえだろ、体型は。いついかなるどんな状況、環境の時でも自由自在にビジネスを作らなきゃいけないんですね、僕たちは。